松尾チャンネルさあ参りましょうはいみなさんこんにちは松尾チャンネル三百七十回目六月の十二日です、えー、皆さんの周りにね花が咲いてると思うんですけどねこの季節紫陽花が咲き誇る季節ということでね、えー、ちょっと写真をご覧いただきながらこの松尾チャンネル始めたいと思うんですね まあ株式市場でもお多彩な銘柄が、ね、あちこちで開花している今日このごろなんですね、まあ、全体相場というよりは個別でね皆さん株式相場楽しんでおられるかと思うんですけどね今日始める前に一句、まあ、松尾チャンネルですからね松尾場所じゃないんですけども一応ね、えー、始めにあたっては今日の一句を、えー、お話したいと思いますね今日の一梅雨前に 花咲き誇る七変化ということでね、えー、始めたいと思いますねまあ梅雨前なんですけどね梅雨入りもう間もなくなんですけども、えー、七変化というのはね紫陽さの花の別名ということでね、えー、あちこちで紫陽花の花咲く季節なんですけども七変化の紫陽花ですからねいろいろ変化してきます株式投資もね株もその時々の相場環境でね評価が変化してまいります、えー、この季節を彩るね このアジサイを眺めながら皆さんとともに、ね、株式投資を楽しむ、まあ、そんなことで、えー、スタートしたいと思うんですねまあ株式市場ご,ご存知のとおりです、ねえー、話題の中心はアメリカのエヌビディアということでねエヌビディアがあなんとまあ時価総額3兆ドル 日本円に直して470兆円というねところまで株価が評価が上がってきたと、まあ、これはもうマイクロソフトに次ぐ世界2位の規模ということなんですねでそのエヌビディアがですねインテルと入れ替えでですねニューヨークダウンに採用されるというね、まあ、そんな話になってまいりましたまあいよいよまあそのエヌビディア時代到来ということなので。 でですね、そうすると日本の半導体銘柄にもかなりプラスに影響するんじゃないかと思われるんですけれども残念ながらです、ね、日本のこれまで相場をリードしてきました半導体コア銘柄東京エレクであるとか、ね、レーザーテックアドバンテストディスコこの辺り含めてです、ねまあ、ちょっとこう調整ムードの中にありますという状況なんですね。 ただあの、ディスコだけちょっとね、出直り気味なんでね、ここだけちょっと、この銘柄だけは移植の動きをしているというところですね。まあ、日経平均トピックスともですね、まあ、3月につけた高値、そこから、まあ、日柄調整の中にあるわけです。これを抜ける、まあ、そういった展開を皆さん期待はしてるんですけども、当面はこの半導体の銘柄がですね、動きが鈍いので、個別の他の銘柄にね、物色機運が高まってきているということですね。まあ、日米金利低下。 ああ欧米の、ね、金利が低下して日本は金利がちょっと今度上がるんじゃないかという見通しの中で、えー、若干こう為替がどうなるのかというところなんですけども、えー、円安に歯止めがかかるのかどうか、まあ、そのあたりがポイントになると思うんですけどもまだこのところ157円台の円安ということでね、えー、円安トレンドがまだ続いてます、まあ。この流れは日本株にとっては有利であるという前提で個別銘柄もね皆さん、えー、ご関心持って見ていただいているかと思うんですね。 今日の動き、まあ、このところの動きで目立ちますのはソフトバンクグループですね、9984。まあ、皆さんがソフトバンクグループをお持ちかどうかは分かりませんけどもね、えー、ソフトバンクグループの株価が1万円に迫ろうとしています。えーまあ、非常に、ねえー、勢いよく上昇してきている、これは先ほどの NVIDIA と同様に半導体ですね、アームという会社を持っているソフトバンクグループですね。一方でですね、 調整のの動きが続いていいいてる銘柄というのはございます。これが NTT 株ですね。NTT 株はあずっとね190円台から今150円割れてしまいました。今日148円ということでね。えーまあ、この結果ですねソフトバンクグループの時価総額が14.2兆円これに対して NTT は13.6兆円と。まあ 抜かれちゃったというようよなことです、ねまあ、これは一種の、まあ、アームというバックグラウンドを持ったソフトバンクグループの強さこれに対して ION ですね LTTION これ次世代の通信ネットワークこの ION の戦いというのが繰り広げられているというふうに思うわけですね。 NTT、まあ、調整ずっと続いてますけどもあとしばらくまだ調整場面があるかもしれませんけども今後の NTT の巻き返しにもね大いに私は期待したいと思ってるわけですね皆さんあの安いからつってって、まあ、結構買いやすい目柄ではあるわけですけども、まあ、PR が11.2倍、えー、入って 配当利回りが3.51%。まあ、PBR が1.126倍という NTT。これに対してソフトバンクは、まあ、一応17.8倍の PR b に対して1.3倍の PBR0.45% の配当利回り。まあ、どっちが皆さんいいですかっていう話なんですけどね。まあ、個人の皆さんはどちらかというと、配当利回りの高い銘柄に施行されるということで言えば、 この辺りの NTT の148円から、まあ、もう少しね下振りあるかもしれませんけども、えー、狙い目にだんだん来ているのかなという感じはいたしますね。えこのあと個別銘柄の話をさせていただきますのでよろしくお願いします。ということで、えー、個別銘柄ですね、えー、今日ちょっとタイトルここの、ね、タイトルご覧いただきますと次世代自動車の話で、ね えー、SDV この時代になってこようとしてますということからお話を進めたいんですね SDV、えー、まあ,あー要するに車があのスマホみたいになってくるわけですね、まあ、そういうスマホ型、まあ、そのバージョンがですねネットでつながって、えー、ソフトが入れ替わっていく。 バージョン変わってきますとうそういうような自動車がこれから出てきますよということを言いたいわけですねまあ、すでにそういった開発がどんどん水面下で進んでおります 経産省が5月の20日にね、日本の自動車の DX 戦略案を打ち出して、えー、次世代自動車 SDV について、えー、打ち出しても30年、2030年に国内外で1200万台としますということを目指しておりますということでね、まあそんなところをきっかけにして、えー、ちょっと注目され始めたのが、この、えー、次世代自動車関連、SDV 関連、えー、ということで、えー、直近ずっと株価低迷してた銘柄が実は 皆さん、私も時々お話してますけども、ソルクシーズですね、4284。このソルクシーズがこれの絡みがあるということで、今日あたり330円と、久しぶりにね、えー、少し動きが出てきたかなと、同意含みになってきてますね。まあ、これは子会社の X モーション。 4394が担っているお仕事なんですけども、まあ、自動運転も含めて自動車のスマホ化この辺の流れを担っている会社がこのソ,クルソルクシーズとエクスモーションこの2銘柄ですねこの辺りが今日は、ね、結構注目され始めたかな同じようにです、ね、アドソルニッシもです、ね、この宇宙関連であったり DX 関連、まあ、データセンターの電力制御に絡む 話とか AI 関連であったり次世代自動車先ほどの、ね、話なんかも切り口が非常に多彩にございますんでね今日は1754円という高値までついて非常にいい形に進展株価が上昇してきたなということでこのまま1700円台が定着するのかどうかこれまた皆さんとねアドソ連シン一緒に、ね、見守っていきたいんですね。 それから今日ちょっと会社ももしましたスラロネット3998572円という高値から今440円のところまでね調整が入ってこれからどうなるんだっていう皆さんのご関心が高まりつつあるかなということでね。 ストップ高が2日やりましたのでね、えー、この辺りどうなっていくのかなというところなんですけどもじっくりとまたね下値、ね、模索の今段階ですけどもおまたあリバウンドする動きとかねその辺を見守っていきたい、まあ、あー AI とおー、まあ、日本式教育といっていいんですかねオンライン教育、まあ、そういった分野で活躍をしようという会社。 まあぜひ引き続きき続見守っていいたただきたいですねそれから AI 絡みでいきますとアクセルもう皆さんにアクセルの話もずっと私してきてもしたんでね、まあ、耳にタコができるみたいなはん感じかもしれませんけどもね、えー、1212円という、ね、5月30日の安値から今日あたり1454円というところまで、ね、戻ってきましたね本当にすごいと私は思うんですけどもパチンコパチスロ機器向けのグラフィッケル SI メモリーモジュールで高いシェアを持っている会社 まあ、あの同業他社で DMP ってありますね、えー、3652、この辺の株価と比較していただいて、時、ま、価、あ、総額なんかもご覧いただいて、それよりね、私、アクセルの方がやつ割安なんじゃないかなということで、皆さんにね、お話をしてるわけですね、えー、これから AI 絡み、Web3.0 絡み、えー、パチンコ、パチスロ業機向けだけじゃなくて、こういった分野、必ずこう今後ね、成長してくるだろうという前提で株価が推移してくると。 いうふうに思うわけですね自動運転にも絡んでますんでね、えー、そんな流れの銘柄は個別に動いております、えー、今日あたりね、えー、いろいろね、えー、また話題がこの私たちの株の同好会の皆さんが関心持ってる銘柄がもう非常に活発に動いてるという状況なもんですから、まあ、なかなか言い足りにくいんですけども言い足らない中で、えー、ちょっと最初に先般ね、あのー、最後こう話したいのはスソポロニティの話なんですけどもね えー、先般あのお見えいただきましたウルル、えー、3979の近藤取締役、それから IR 担当者、佐藤さんですね、えー、ホームページで、ね、この松尾チャンネルをご紹介いただいて、非常にこうありがたいなということで、まあ、皆さんもぜひ、ウルルのホームページね、ご覧いただいて、えー、この松尾チャンネルが、えー、こう取り上げていただきましたということでね、メッセージがありました。えー、一度ご覧いただければと思うんですね えーまあ、そんなことで最後、日、ま、ソ、あね、プロリティ語らず、この松尾チャンネル終われないんでね、日、え、ソ、ーまあ、プロリティがまが、あ、この今日高値引きした、1059円、この高値引きしたことによって、方、え、法、ーまあ、が緩んでる皆さん、結構多いかもしれません。まあ、このあたりはですね、す、え、で、ーまあ、にいろいろね、えー、話としては出てきてるんですけども、グループに入れた会社。 いくつかあるわけですね木の木材の会社だとかねいくつか入れておりますそれからタイルの会社でねこういったグループ企業を一緒に共同開発して住宅企業をやっていこうというリリースを先般やってるわけですね新しいブランド名クラフリークラフリこれをですね一緒にやっていこうという流れを打ち出しましたでこの潮流というのは実は今期というよりはむしろ来期から 新、えー、中期計画始まりますけどもね、その流れの中に乗ってくる話なんでね、えー、ぜひご注目いただきたい、で四季法がね、6月12日発売予定されてますけども、すでにね、指揮法を先取りしてますよね、株価的には、それから7月の12日に第三四半期の決算表を予定してます、このあたりもですね、えー、ポジティブなネタが多分出てくるんだろうという期待の下で、株価が動いてきてますのでね、す、ま、で、あ、に前哨戦が始まった日数をプロニティと。 いううことだとだ思うんですね前の高値1,250円これを意識しながらだん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 とまたねそういった高値に向かって進んでいく、まあ、そういうことを私の方は大いに皆さんと共に期待していきたい、えー、時価総額100億円ぐらいはねあってもおかしくない日ソプロニティですからね、まあ、またあ一緒にね見守っていきたいと思います。 え次回はですね、この松尾チャンネル、天馬川候補銘柄のその後についてね、今日あたりね、アズパートナーズとか動いてますよね、えー、株価が動いてる銘柄も含めて、定例してる銘柄も含めて、お話をしていきたいというふうに思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。本日の松尾チャンネル、以上です。ありがとうございました。